こんにちは、久保です。今回ですね、皆さんに珍しい塾生さんを紹介したいんですよね。でその前にちょっと私の話を聞いていただきたいんですけども、私はですね、魚を解体して三枚おろしとかヒラメを五枚おろしにしたりとかする動画っていうのを結構上げてるんですよね。これっていうのは生きてる魚を生き締めにパシンとしてですね、まあ、いわゆる殺してですね、そしてバラしていく、解体していくって作業を私の手でやってるところなんですよね。まあ、なんとも残酷な話じゃないですか。でここでね、私まあ今これからね YouTube で話すのは初めてなんですけども、うん、魚ならまだしもなんですけども、豚とかね、牛、それから鳥、これっていうのは畜産ですよね。私はスーパーマーケットに勤務していたっていう話を何度かしていました。あ、7年間ぐらい勤務してました。でそこで担当になったのは鮮魚部門といって魚だったんですけども、当然ですけどもスーパーってお肉をね、精肉を扱ってる部門もあるんですよ。お肉ってパックになったらわからないですけども、あれって生きてる鳥とかね、生きてる豚とか牛さんを育てて大きくなったらガツンとやってね、屠殺してバラしていくって作業するのは魚と同じなんですよ。どうですか、なんとも残酷な話だと思いませんか。そして私は焼肉を食べてる動画結構出しますよね。で私焼肉大好きなんですよ。で食べるたんびに、例えば牛肉が好きなんですけども、牛肉を食べるたびにその牛がどういう姿だったのかってことをね、いつも思い出すんですよ。なぜなら私も牛を解体したり、まあ締めると言いますかね、殺してしまう現場、そういうところに居合わせることが当然ですけども幾度となくあったからなんですよね。魚はやっぱりね、殺すのに抵抗がない方もいらっしゃると思いますけど、あれも大切な生命です。そして鳥とか豚さんとかね、牛さんっていうのも大切な生命であり、生まれた時からいつか人間が食べるために殺すというのを前提に育てていくんですよ。こう言うと結構ゾッとする話じゃないですか。はい、でここでですね、私がご紹介したいのはハンターキリンさんという塾生さんなんですよ。2年ほど前に速化塾の方に来ていただいて、速化塾に来たってことはその前から私の動画を見ているってことなんですけども、でお付き合いはね2年以上になると思いますけども、この方は狩猟動画を出してるんですよ。まあ、銃刀法違反っていうのがありますけども、私たちは実弾を込めた銃を持つことを基本的には禁じられてますよね。これは自衛隊ですとか警察官でないとできません。でも猟友会っていうのが私の町にも田舎にもあるんですけども、猟友会っていう人はイノシシとかね、それから鹿とかクマを撃ち殺すために存在したりするんですよ。で狩猟というそういうふうなね方を、そういうふうな、まあ、ことをされている方もいますけども、それっていうのはやっぱり、一定の規範を設けて人格とか人徳を積んだ人が、まあ、扱っている銃刀法になってきますよね。で今回紹介するのは実際にハンターをされている方なんですよね。そう聞くとむやみやたらに生命を殺してるんじゃないかみたいに思われますけども、実はですねやっぱりね、やっぱこの命に手をかける人の方が、まあ、一部の例外をね、犯罪者みたいな人を除いて本当に生命のことを大事にして動物たちを可愛がってるんですよ。だから最後まで責任を持って命を見取る、その命を最後まで自分が処するということを覚悟してそれでやっている方だと思うんですよ。この辺のちょっとねニュアンスは伝わりにくいんですけども、私はねそういう意味で自分も生き物に手をかけてきた人間として、そしてこれからも、魚ですけどもね主には、生き物に手をかけるその人間としてですね、一定の罪深さと感謝っていうものを、食べ物に持ってるんですよね。でもちろんビーガンとか菜食主義者みたいなことで動物に手をかけないことを選んでいらっしゃるかと思います。でそういう気持ちも尊重しますけども、やっぱりねいろいろこれは考えの違いとかがありますんで、深くは言いませんけども、ハンターをね仕事にしているというか生業にしている方もいるっていうことをちょっとねご理解いただいた上で、私のねこのハンターキリンさんを紹介することをお許しいただければと思います。これからもいろんな論争がこの件に関しましてはあると思いますけども、やっぱり私たちはね何かの生命とか誰かの生命をいただいて、命を流れているってところもありますしね、これは永遠のテーマになるかもしれませんけども、命について深く考えることとかがね、あるときにこのハンターキリンさんのこともちょっと思い出していただければと思うんですよね。ちょっと言いにくいことだったんですいません、説明になってないと思いますけども、とりあえず動画をね見ていただいて、このハンターキリンさんの2分間の紹介動画を皆さんの
目にもね触れていただきたいかなと思います、きっとね、理解し合えるところがあると思いますし、まあ、苦手な方とかは、ね、いると思うんですよ。やっぱり私も動画見させていただいて、うん、やっぱり慣れるもんではないですね。あの可愛いねカモちゃんとかが解体されていくのとかね、まあでもねカモ肉ってスーパーにちゃんと並んでますしね、多分皆さんも食べたことあると思うんですよ。カモ鍋とかね、鶏の唐揚げとか食べるでしょ。あれは誰かが解体してくれてますからねまあそんなことは当たり前なんですけども、まあそういうふうなね生命のなんか表と裏ではないですけどもね、しっかりと命について考える機会をこのハンターキリンさんからいただけるんではないかなと、強い信頼とそれから勇気を持ってね、紹介したいと思います。それではよろしくお願いします。動画説明欄からクリックの方お願いします。